1億数千万年前の恐竜時代から今よみがえった5人の戦士たち、恐竜戦隊ジュレンジャー、おはよう。いただきます。おはよう。しっかり勉強してくるんだぞ。はい。昨日打ち上げられた我が国のスペースシャトルは地球に接近しつつある2300万年周期の惑星ネメシスの軌道に無事乗り、今日にも着陸を試みる予定です。今回の打ち上げには全国から選ばれた少年飛行士の吉村悟くんと西田由美子ちゃんも参加しています。悟くん見て、あれが惑星ネメシスよ。わあ、すげえ。皆さん、ただいまより着陸を敢行します。5 4 3 2 1、第一エンジン、第二エンジン噴射。こちらシャトル、惑星ネメシスに着陸成功。まもなく地表に降り立ちます。誕生。何もなしか。不毛の大使とはよく言ったもんだ。おい、あれはなんだ。もう行ってみよう。私たちはまだかしら。なんだろう、すごい発見じゃないか。やめろ、これは封印じゃ。開けちゃいか。寒いよ。プリペバンドラ様、バンドラ様。よく寝た。ムックバック、どのくらい眠っていたんだい？今計算。遅いんだよお前は。俺に稼計算機。ほら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 。いつも喧嘩ばっかりして。プリ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 。1億7000万年と4時間3分20秒でございます。バンドーラ様。そんなにもかい？はい。憎き封印め。お前たちが助けてくれたのは礼を言うわ。おお、我が故郷地球よ、私は約束通りよみがえった。1億7000万年の恨み、今こそ知るがいい。見てあるぞ。
誰かと思ったら白魔道士のバーザじゃないの。魔女パンドーラ。うん、やっと忘れたのかい。お前は私に負けて呪文を封じ込まれたんだよ。いやっ、少しは呪文を思い出したようだね。アンドーラ、今の地球は愛と希望にあふれとる。もはやお前の出る幕はない。たわけたこと。スペースシャトルに残っていた子供二人は私がいただいたわよ。助けて助けて、私たちをどうするの。ぶっちん、バサン、ペシャンコ、ペシャンコ、バカバカ早くやれ。お日様をここへ集めて。私は子供が大嫌いなのに。我が名前はよせ。今からちょうど1時間後、あのロープが切れて子供たちはぺっちゃんこになる。なんだと。私と勝負する気ならお前の手で助け出してみるんだね。バンドーラ、おっと、校舎を折れんぞ。バンドーラ、こっちにも切り札があるんだ。驚くな。
どうしたんだ。鍵が折れた。なんとか開けないと。行くぞ。時間がない。とにかくお前たちで子供を助けに行ってくれ。ここは私が何とかする。わかった。ママ、大丈夫だね。しっかりすんのよ。またまた泣き。子供が泣くのが一番好き。ワンドーラ様、ワンドーラ様、変な連中がこっちに来ます。なんだって。あれは確かご部族のナイトたち。ゴーシ、急ぐんだ。捕まってろ。よし、今助けてやるからな。あ、そうかい。私が蘇るのを恐れて眠りについていたんだね。これが魔球か。よし、行くぞ。海だ。
ンモスレンジャーゴーシドリキュラレンジャーダンタイガーレンジャーボーイウテレラレンジャーメイ恐竜戦隊ジュレンジャーうおバンドーラが地球を滅ぼさんと行動を開始した。1億7千万年の眠りから覚めた恐竜戦隊ジュレンジャーは果たして勝つことができるのか。そしてシャトルの子供たちは、地球は今史上最大のピンチに見舞われていた。シャトルを取り戻そうと必死の5人の前に立ちはだかるドーラスケルト、そしてさらに襲い来るドーラタイタン。その時大地を割って四五十ティラノザウルスが復活した。恐竜戦隊ジュレンジャー復活。